三田村光戸里は日本の美術家、愛知県生まれ、血液型大型。日常の記憶を題材に写真、映像、言葉、日用品など様々な材料を組み合わせ、人が足を踏み入れられる三次元のドラマと称するインスタレーションを展開する。1994年、東京にて初古典 A クロスジュライを開催。2005年、 文化庁新進芸術家派遣研修院としてフィンランドのヘルシンキに滞在。フィンランド3都市で巡回個展。2006年にはウィーン分離派監視セッションにて個展を開催。これは日本人としては荒木信義以来となる。2006年にストックホルムで始めた滞在型アートプロジェクトアートブレイクファストを継続的に世界各地で開催。 ウィーオン、スウェーデンをはじめ、スペイン、ドイツ、イギリス、アメリカ、グルジア、韓国など、広い範囲で制作活動を展開している。別名義の池田緑は、写真家の池田秋と美術作家の三田村光戸里によるお互いの作品の背景にある潜在的な記憶をもとに、新しい風景を写真でドラマチックに視覚化するアートユニット。 フォトグラフィックギャラリーイッポリート、ヘルシンキフォトグラフィックセンターペリ、トゥルク北部フォトグラフィックセンター、オール部屋その1、ニューシベリアカフェナリフ、東京部屋その2、冬の風の強い日の丘の上、午後2時現代、美術製作所、東京モスクワ現代美術館、モスクワ NBK、ベルリンほか2005年、アイチトリエンナーレ2016、 2021年3月17日閲覧。シセションハット、東京アーツスペース。財団法人東京都歴史文化財団。2021年3月17日閲覧。スペイン古典。ギャロレア、マニュエル・オヘダ。2021年3月17日閲覧。フィンランド展覧会。フォトグラフィックセンターペリ。2021年3月17日閲覧。 フザンビエンナーレ、ブサンビエンナーレ2006。2021年3月17日。閲覧。ナリフオンラン写真集。池田緑マイナビニュース。カーザブルータスアート。ハットデザイン情報サイト JDN。ありがとうございます。